はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。アキです。それでは、バイオハザード HD リマスター続きをやっていきたいと思います。さあ、今日もビビっていきましょうか。いや、オッケー、ビビっていきましょう。前回は、あれだね、携帯用燃料ボトル手に入れて、ハンドガンとかでキルした、うん、倒したゾンビたちは燃やさないとなんか復活するって話だったよね。じゃあ、ライター探していこう。そうだね、まずはライター探さないとね。アルフォート食べてていい？どうぞ、何味ですか？焦がしキャラメル。あー、それ美味しいやつだ。うわ、いっぱい人物画がたくさん飾られている。どれも顔の部分が塗りつぶされている、なんてこと。意味深だね。意味深だね。うん、待った、赤毛かいるんじゃない、これ。いるね。おるね。ビビったやろ。おるね。ちょっと待って、これどうするよ。これパンパンして大丈夫？うん、パン。頭、ちょっと待って、ちょっ！追い打ち、追い打ち。こいつまだ生きておる。なんで頭狙わねえの？ここ近距離でね、頭狙おうとしたらね、多分、掴まれる。これは？これはどっち？あ、血が。ドローときたね。オッケー。じゃあ、ここは？一つずつ開けていこう。ドアのノブがなくて通行できないって。じゃ、ダメじゃん。開かずの扉へね。開いてほしいな。鍵を開けた。これ反対側から開くドアだったんだ。どこに繋がってるの？そういえば2階の地図手に入れてない。そうだね。ふっ。ん？敵兵なし。さて、これ、なんか拾えそう。木でできた台紙？まあなんかに使うんだよね、これね。もう拾えるもん拾っとかな。ただね、拾えるものにも限りがあるので。あ、なんかいけたんですけど、ここ大丈夫？入っても大丈夫などは。ふっ。お、光っとる。敵兵なし。犬笛で読み語ってる。うん。ん？捨てられていたメモ。今日スペンサー卿に呼ばれて、あるものを誰にもわからないところに隠せと言われた。いろいろ考えた結果、僕はあるアイデアを思いついた。それは、あの凶暴な飼い犬に守らせればどうだろうか、ということだ。あの犬は、いつもお気に入りの大食堂2階の西テラスにいるし、あそこで君の持つ犬笛を使えば、いつでも呼び出せるじゃないか。そこで君にお願いがある。あの犬は君にだけは懐いている。どうか君の手であの犬にこの首輪をつけてはもらえないだろうか。この首輪にはスペンサー卿から渡されたあるものが隠してある。君は信用できるやつだから君に頼みたい。このお礼は必ずさせてもらう。君が前に欲しがっていた例のものがつてて手に入りそうなんだ。それでどうだろうか。すまないがよろしく頼む。ジョン・トールマン。誰だよ。誰なんだろうね。誰だろうね。ほんとね。おっと。ん？ハンドガンのマガジン。いいですね。どこに落ちてたんだろうね。取った？取ったよ、一応。象牙？ん？象牙ね。象牙ね。うん。これ前もなんか間違えた気がするぞ、この感じは。だから勉強しなきゃ言ったやろ。チェス盤。チェックメイトの状態だって。うん、これでチェックメイトなんだ。うん。まあ、この角度だとどれがどの駒なのかよくわかんないけど。アルフォード食べる？何味だったっけ？うん、焦がしキャラメル。いただきましょう。ただ、最後の一個だからね。ありがとう。おっと、ライター来たやん。これで無敵だ。うん、燃やしていこう。ここは何もなし？ん？ん？今入ってきたとこ？今の。いや、別のドアなんだけど。ふっ！あ、ここから出てくるの？あ、一方通行タイプ。うん。じゃあ、反対側行ってみようか。反対側は行こうか。その前に燃やさない？燃やしてみる？これは、ライターを使うでいいのかな？ん？こっち？それをまず、調べる？違うの？オイルを先に。オイルを使わなきゃ。使う。あ、使った。燃えております。燃やしました。燃えたな。ちなみに燃えてる時にね、近づいたらね、やけどするからね。まさか、やけどするの？うん。で、なんで戻んの？いや、もう一体いたから、ほら、ここ。ああ。念には念を。念には念を。燃料ないけどね。あと一回できるか、これで、
さあ燃えるか。あ、燃えた。やけどする言うたやん。いや、まさか燃える、本当に燃えるとかね。じゃあちょっと失礼します。さあここに来た理由はただ一つ、灯油を移しに来ました。わずかしか残っていない。ああ、もうこれあと何回かでできなくなるパターンか。これでね、また燃やせるようになったから多分大丈夫かな。一回何倍分なんやろね。なんか預けれるやつ預けといた方がいいんちゃう。そうだね、インクリボンとか特にいらないよね。うん、セーブするときだけで大丈夫という感じで置いていこう。うん、ライターはいるでしょ、携帯用燃料ボトルもいるでしょ、うん、あと弾補充しておいた方がいいよ。弾、そう、うん、そうだね、弾はこっちで補充できると。 OK、 じゃあ行こう。どうせ敵出てきたらパニクるんやから。うん、まあ、いきなり出てきた場合は絶対パニクる自信があります。ほら出た。まだ出てこないよ、多分出てこないよ。てか、そんな頻繁に出てきたらバイオハザードやばいじゃん。だってノーマルにしてるじゃん。こっち行こうか。鍵がかかっている。ここは鎧の紋章。鎧か。剣と鎧と。そんなサクサクいっていいの？できることならサクサクいきたいけど、絶対ビビるよ、僕。さあ、何が出る？何もいないこと祈る。ハーブ大量。ここ何の部屋よ？ちなみにハーブは赤と緑で。合成できるんだよね、確か。うん、完全回復だから。お、火のついてない暖炉があるよ。火のついてない暖炉と言ったらこれしかあるまい。うん。あ、使えたわ。おー、明るくなった。お、なんかあるやん。目の前。これは？レリーフに掘られたラインが熱で赤く浮かび上がっている。なんかあったっけ？使うアイテム。なんかある？これとか？真っ白。これってさ、使える？もしかして。使ってみたら？使えたんですけど？で、どうなる？あ、洋館2階の地図がある！え、そういう手に入れ方？ほら、今いるとこ分かったでしょ？なるほど、あんなとこにいたんだね、僕ね。もうどこにも行けないってやつだね。もう嫌だわ、それは。洋館2階の地図を取りました。じゃあ、こっち。鍵がかかっている。あ、今度は兜の紋章か。だからさっき地図見たじゃんか。赤く光ってたね、確かにね。まあ、ハーブは取らない方向で。体力に自信があるみたいね。いや、まあ、ジルは体力少ない方だったっけ？そうだよ。まあ、今んとこ緑色のグリーン状態だったから多分大丈夫。で、こっちの方で手前の方行ってないからちょっとそっち行こうかな。っていうか、今までに倒したゾンビたち燃やしたいんだけど。こっち、いないよね？ん？足音っぽいの聞こえた気が。うわ。ちょ。ここは、マップで、赤いね。赤いね。ってことは開かないんだ。鍵がかかってる、ね。赤だけに開かないって。よし行こう。この角度で、親を無視する感じ。ここも赤かったから、開かないとして、開かないよね。鎧の紋章。ここ敵いないんだね。よかった。剣の鍵を使った。ということは、失礼。どうした？2階、あー、ここか！うん。なるへそ。ここなのね。うん。OK、合点。そっと出や。まさか、その、ホールに敵いたりしないよね。うん、よかった、いない。確か、こっちのドアは、ここのドアは？あ、鎧か。はい、地図見て。剣の鍵で開けるのどこ？そこ光ってたりしない？ほら。3階、2階。ほら、なんかほら、テラスに出れそうなとこあるじゃん。テラスって言ったら外だよね。外に。さっき外の犬吠えがどうのこうの言ってたじゃん。ってことはだ。2階だよ。こっちだね。2階の、これの左側のドアだよね。あ、でもここって反対側から鍵ってなかった？
じゃあ真ん中入って。うん、じゃあ、確か回り道があったからね。そっち行こう。なぜわざわざ両方のドアを開けるのか。で、こっちは確か左側に敵がいるから、いるよね。オッケー。あの敵さんは無視。どっちが開くんだっけ？あれ。剣の鍵を使った。こっちでした。あれ、まだ剣の鍵使うのかな？いるねー。あのね、バイオのやつってね、こう何個か使うの、何回か使ってね、いらなくなったらね、いらないよって教えてくれるから。親切？うん。どこ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 ？なんかほら、あっち今来たっけ？後ろ後ろ。こっちから来たね。で、ここの扉はなんか気にはなるけど、ちょっと敵がいるんだよね。どこにいる？ん？そっちにいるのね。一発してみようか。下から下かよ！嘘！あなた。おぉ！わーお！わーお！オーマイガー！これまだ敵いるっぽい？ウェイト！何語やねん。あのね、ウェイトって言おうと思ったらね、とんでもないほど発音がなまっちゃったみたいな。パーン、パーン、パーン、パーン。だから頭を狙えって言って。近距離で頭狙ったら大変なことになりますぜ。これは嘘か？誠か？誠だね。血が流れてるね。うん、じゃ。仮装。逃げろ早く。逃げまーす。いやー、いいバーベキューだわ。絶対食べたくないけどね。じゃあちょっと手前の。さすがだね。さすがだね。泥棒。さすが泥棒さんだね。違うけどね。間違えた。オッケー、これで。あ、待ってよ。テラスって、ここだよね。うん。なんか嫌な予感するけど、まあ、行こうか。行こうか。うわぁ、音！だって行きなさいってさっき言ってたもんね。さあ、どうだ。あ、ここにグリーンハーブあるじゃん。あるね。これは、緑色のハーブが生い茂っている。いやー、なるほどね。これ、回収できないパターンね。まあ、今んとこ体力はね、ファイン、緑状態なんでね。うん。大丈夫でしょう。じゃあ、ここで、吹いてみる？もう吹くの？まあ、いいけど。もう吹くのってどういうこと？意味深なんだけど。これ大丈夫かな？吹けばいいじゃん。待ってよ、犬笛吹いたらさ、オープニングでいたワンちゃん、来ちゃうとかじゃないよね。そんなにいっぱい来ないやろうね、きっと。さすがにいっぱい来られたらハンドガンじゃ。犬笛吹いたよ。来る？お、来た来た来た。来た。ちゃんと。ちょ、沈まれ！沈まるんじゃ！ほら、いっぱい来たじゃん。ワンちゃんには使えないの？ちょっと待つんじゃい。待つんじゃい。ちょっと待って。いっぱい噛まれた。いっぱい噛まれた。イエス！弱っ。今、食ってるっていうか、回復ナウだよ。オッケー！まったく、何してくれるんだよ。さすがに犬は燃やさなくても大丈夫だよね。燃やすな、いちいち。首は？取って。取るよ？でも何に使うのこれ。ほら、何かを隠してるって言ったじゃん。あー、さっきのメモ？じゃあ調べます？ん？スイッチがある、押しますか？もちろん押しましょう。ボーン。そんなー、なんちゅう罠だよ。ゲームオーバーみたいなね。やばいでしょ、それは。首輪の中にコインが隠されていた。で、これは鎧のマーク？ん？鍵のような形に変形した。鍵のイミテーション。偽物？偽物なの？うん。もう感の鋭いあなたならわかるだろう。あーこ、あそこ、パート 1？ パート2か。パート2で最後に通ってた。あそこですか。あそこか。
あ、じゃあちょっと待って。先。反対側開けれるようにしとこう。さすがにこっちいないよ、敵。楽しいね。行くだけ行ってみたら？楽しいねってどういうこと？何かあるの？何かあるの？なんかない？なんかない？ナムナスティング！鍵を開けた。じゃあこっちでいいかな。もう下の方とか何もなかった？下？ちょっと待って。下の方ちょっと確認したかったけど、犬笛してますか？入ってした瞬間もう出ていくこと決定した。で、入ったらいいじゃん。何かあるかもしれないよね。確かに。ここでショットガンの弾とか手に入ってもまだショットガン手に入ってないっていうね。さあさあさあ。ないのかい？何も。見たことのないトゲだらけの植物だ。ナモナッシング。バイオの面白いとこってさ、こうやってこういろんなところを探索できるとこだよね。まあまあね。ステンドグラスがある。中央の、中央にある模様が魔女のようにも見える。この洋館何なんだ一体。どんな趣味で作っとんねんな。ほんとそれ。まあ大きくてね、いいと思うけどね。ただ、鍵多すぎ。鍵がかかってる部屋。いないよね。オッケー。ここは。鍵がかかっている。カブト。こっちは鍵を開けた。どこ？違うね。ここは、ガッテン、あそこだね、ちょっと上に上がれそうなとこやね。そうそう、レールがなんたらって言ってたとこだ。まず、あの鍵、ちょっと行こうか。そうそう、途中で燃やそう。何を？ゾンビ。こっちじゃなくてこっちを。あ、こいつを燃やすか。うん、なんか来た時にもう倒れてたからちょっと危ない気がする。ふえずっずっ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 。逃げるな。いや待って、何あれ。もう逃げた時点であれじゃん。もうそこおるで。戸開けたらおる。おるよね。でもその前にね、ちょっとね、ここ来た時になんか変な音が、変な声が。何？カラス？カラスだね。カラスは無視した方がいいぞ。あ、そうなの？まあ、むやみに殺す必要もないよね。うん。弾もったいないしね。そう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 。撃ってみる？いやー、どうする？撃ったらね、後で後悔しても知らないよ。あ、じゃあ後悔したくないからスルーするわ。あ、待って、こっちに戻ってきたけど。うん、ドア開けても後悔するね。出待ちしてる？あれ？さっきの倒れてるやつおるじゃん、横に。こっち燃やしとく？待って。何？今なんか見えた。なんか見えた？なんか見えた。まあ、とにかく燃やそっかな。うわぁ！もうやだ、ふざけてるだろう。何あれが、一回死んでまた生き返って余計凶暴になっちゃったって、クリムゾンヘッドやったかな。なんかゾンビの進化系でしょ。そう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 。もう、やだわー。もうとにかくここの鍵だけ回収しとこうかな。紋章を奪う者に死の喜びを。取っていい？うん、取ったら？取るよ。うん。取りました！何か動きました。壁も動きました。逃げられなくなりました。これ死ぬパターンやな、うん、ちょっと待って、冷静に対処しよう。まずこれ調べる前にこれを使うとどうなる。ちょっと待って、あれ戻ってた？戻ってた？あれ戻ってたね。うん。ってことは、あれが、さっきの鍵のイミテーション？うん。あれを代わりに置いてこの鍵を入手すると。で、その鍵の名前が？鎧の形。鎧の鍵。いけるとこ増えたね。増えたね。増えちまったね。じゃあ下に降りて。
待ってよ、でも下に降りたらさ、あれ。逃げるか。これは逃げるしかないですね。ただその前にちょっとマップ確認。鎧の鍵がね、いっぱい使えるようになったのはいいんだけど、まだ剣の鍵がね、全部使ってないんですよ。うん。どこ？どこで使ってないの？まあ、いっか。とにかく探索するということで。さあ、ここから走りますよ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか？ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。